どうも皆さん、こんばんは。絵画でおなじみ。おなじみ。3回見たら死ぬ絵です。喋るんだ。3回見ないでね。お決まりみたいな感じやんだよ。3回は見ないでね。そんなつかみないだろ。はい、君。はい。もう、私から目を離さない方がいい。回数が増えてしまうから。そうそうそう、ずっと見続ければ1回だ。あ、そうなんだ。それは1回なんですね。目を離さない方がいいよ。ベラベラ喋らないでください。怖くなくなるんで。怖くねえな。今回は絵の世界から出てきて飯テロということで。1回目にやることか、それ。今日は一体何をするんだ。何回見ても死なない人間。ただの人間ですから。何回見ても死なない人間。ただの人間しかいないんですよ。あ、そうなんですか。はい、じゃあ今日はですね、はい、3回見たら死ぬ絵さんに。ちょっと目を離さないで。いや、気をつけてね。死んでたまるかよ、こんなの。椅子が椅子に座んなよ。じゃあそれは何って話になってますか。これはね、椅子なんだけども、はい、私の体の一部なんです。これもう取れないわけだね。そうなんですか。うん、カメックスみたいなもん。対応が、うん、3回見たら死ぬ絵さんに。マネーの方から送っていただきました。もう松阪牛を食べて優勝していただきます。これはいい飯テロになりそうですね。そうだね。飯テロというものをそもそも知ってるんですね、ちゃんと。いやもう本当に死ぬほど好き。うるせえな。死ぬほど好き。まあ私に関してのトークはおいおいということで。それじゃあ早速やっていきましょう。そこ持つんだ。終わった人。さあ、ということで始まりました。3回見たら死ぬ絵のおしゃべりクッキング。喋んなよ。え、絵なんだから。ありえない言葉ですか、それ。喋っちゃダメ。じゃあ視聴者の方からいただいたみたいなので、ね、そうですね、はい、いただいたのでぜひ。うわー、美味しそう。これあんまりにも美味しそうだから、はい、ちょっと持ちギャグやっちゃっていいかな。そんなのあるんですか。若手の MC の時出てきからじゃないですか。YouTube だもんね。 YouTube なんで。これ YouTube です。もう持ちギャグやっていいから。脈絡なかったけど、ね、結構見てる。結構見てます。登録者どんぐらいの。60万人ぐらいの。はい、持ちギャグやっていいから。そうそうそう。え、3、2、1、GO。 テテレテレテレテテレテレテレテテレテレテレテテレテテ。はい、あと2回。何もかかってないじゃん。あと2回。ちょっと、え、おい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 、見るのもかな。え、人間界のこと知りすぎじゃないですか、なんか。ちょっと舐めないでよ。あるよ別に。いや、ね、だろ、絵画界にもあるよ。ありますそれ。私全然彼女とビール飲み行くから。お前家族いるの。いますよ。彼女いるんですか。ちょ、あまり舐めないでほしいな。彼女即死じゃん。じゃあ3回ぐらいすぐ見るだろ。知ってる人じゃないかな。え、知ってる人、知ってますか。見返り美人図って言うんだけど。あ、意外とその和のとこ行くんすね。そうそう、付き合ってるね、結構。モナリザとかそこら辺じゃなく。モナリザとかは、あれだからね、その私の知り合いだけど、はい、なんかゼミの先輩。ゼミの先輩。え、ちなみにどの大学、知ってる大学ですか、僕たちが。あ、日体大。日体大。え、日体大。え、日体大あるんですか。私は陸上の特待で入ったの。なんでだよ。はい、めっちゃ凝ってるな、ちょっとね。え、そうです、最高のステージですよね。めっちゃ凝ってるけど、まあ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 、うわー、うわー。危機おもろなんだ。おい、やそれタオルなんだ、これ。よだれかけなの、これ。それタオルなの、普通に。なんか全然ステーキっぽくなくない。うん、私これ3回見た。3回見たから。生きてます、ちゃんと。生きてんの。肉としては生きてます。生きてんの。はい。なんかあまりにもだからさ、私3回見たかなと思って。おいおいおい、飛んでったぞ。おいおいおい、レベルって言って。いやいやいや、なんとかなるやつないから。レベルってレベルってこういうの関係なくお前を殺してやる。美味しそうだね。今のうちもう一回ちゃおうか。あ、一気に行きますか。一気に行くよ。一人暮らし。あと彼女さんいるって言ってた。同棲してるかな。同棲してるんですね。二回で十分。二回で十分と。
ミカという。あ、そこなんだ。ミカさんはなんて呼んでるんですか。3回見たらシミエさんのこと。3回見たらシブエさん。悲しいな。あれだからね、なんか3回見たらシムエみたいな。あ、そこで区切られる。榊原行くえみたいな。そうだと思われてるかもしれないけど、川村3回見たら死ぬえっていう名前があるから。名字川村なんですね。そうそうそう、川村。絵の印象と違ってすごい気さくで喋りやすいですね。絵のイメージがあれ悪いから。あ、私体描かれてないじゃん。そうなんですよ。そうです。こんな体があるとは。こうなってた、はい。後ろがこれで隠れちゃってるだけで、はいはい、ちょっとカメラ引いてもらって。はい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 、多分ね、あの絵はね、うん、あのこういうことと思って。そうなってたんだ。こういうことと。確かに。グラビアの表紙みたいな。足あるのに、今の視点、私はこれでしょだって。もはやこのそんな足短くなったからすごい、あ、すごいぞこれ。全く見えない。完成しました。いや、美味しそうだよ。いや、美味しそうですね。ぜひじゃあこれを優勝していいの。僕優勝しちゃってください。これでちょっと売れすぎて、はい、またギャグやりたくなってきちゃったんだけど、まだ売れようとしてるこの人。いいですか。どうぞ、はい、だって登録者何60万人見てもらえるでしょ、はい、私ギャグやっていいから。そうガツガツ嫌なんだよな、なんか。私ギャグやっていいから。どうぞどうぞ。下手こいたえ、逆でしょ。ドゥクドゥン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 。イエーイ。ドゥ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 。あ、それあ、それあ、それ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 。卒業式の朝絶対遅刻しちゃダメだよ。だけど朝起きたらとっくに卒業式始まってた。でも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 3回見たら死ぬ。3回見たら死ぬ。でもだよ。3回見たら死ぬ。でもって何。はい、死にました。振りの部分マジでどうでもよかったの。これそんなことないですよ。ひどかったですよ、振りのとこ。あなたがでも3回見たら死ぬって言ったら3回見たら死ぬんです。先生、これ結構精密に考え尽くされたギャグだから。お題ちょうだい。じゃあお題じゃあ、お題よ、何でも今パッと作ってあげる。じゃあ夏祭り。夏祭り、はい、はい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 、お願いします。うぃーそっからやってくれるの。ちょっと夏祭りの日に言うんだ。好きなことデート花火が上がるタイミングで告白したいけど今日は雨で花火が上がらない、どうしよう。でも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 3回見たら死ぬ。3回見たら死ぬ。3回見たら死ぬ。ということで、あのわさび醤油とこちらのお塩で食べて。やっぱ松阪牛だもんね。そうですね。塩で。すごく美味しいです。あ、すごく美味しい。今度はわさび醤油でいただいてみましょう。あ、いいですね。肉厚で、うん、噛めば噛むほど脂が出るんですよ。はいはい。だから一回食べたら死ぬ。死んだ。まあそうこう言ってますけど、まあ、どんどんビール飲んでくれなよ。ビールとかもお酒も好きなんですね。ミカに言ってんのかな、それやって。ミカもね、今この動画見てるかもしれないですから。ずっと見てるよ。怖っ。なんで付き合ってんだ、こいつと。本命じゃないんじゃない。え、私は本命じゃないの。なんか、ありえないです。あ、そのままいった。熱く切ない。さあ、終わろうか。じゃあ、トゥデイズ何回見たら死ぬか。ポイント3だろ。3だろ。それは高い方が良い。高い方が良い。100がマックスね。あ、100がマックスか。じゃあ今回の松阪牛ステーキ何回見たら死ぬかポイント。まずは100の位。いいですね。100の位分かっちゃうじゃん。ドゥルル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 ってことはじゃん。ってことはだよ。10の位。いいよ、いらないって。何もドキドキしない時間だからこれ。
ゼロそして1の位なんかグランドピアノになってるお手本になってるゼロ100回見たら死ぬだいぶ猶予できたな、うん、いやー非常に美味しかったですね。良かったです本当に、私1回で大満足ですそれでは今日の動画は以上です。チャンネル登録1回してほしい。そうですねしてほしい1回ですからそれは。高評価3回してくれたら死ぬまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。余ってんだそれ。終わりだね。はい。ところで君たち、え？もう3回以上見てたよね。怖い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 。